金明親新郎は、平安時代中期の苦行、皇族、第五天皇の第十一王子。一時期親戚降下して、源の金明らと名乗ったが、晩年になって皇籍に復帰し、中塚佐教となったことから、中将あるいは、前中将と呼ばれる。演技二十年第五天皇の昭示女と共に、現長をお成を与えられて、親戚降下する。 須ざく町の上兵二年部位から十四以上に直助され、翌上兵三年ありまごんむりに任官する。天行二年右この絵県中将に任ぜられると、天行五年左この絵県中将を経て、天行七年三十歳にして、賛義として苦行に列した。犠牲官として、事務境を兼ね、この間の天行九年正月に正四位した、十一月には、村上天皇の大上会に伴って、 13位と続けて少女されている。その後も、天略7年圏中納言、天略9年中納言、天略10年生3位、後方4年12位、大納言に上任されるなど、順調に昇進を果たす。アンナ2年に発生した、アンナの変で兄の左大臣、源孔明は失脚するが、金明は一時的に天井を取りやめたのみで連座を免れた。 遠友長の天禄二年無起大臣を経ずに、左大臣に就任したが、上限二年直により57年ぶりに功席に入って新王に服して二品に除せられ、名誉職の中塚左京に転じる。金明が皇族に復帰させられたのは、藤原金道、喧嘩兄弟の争いに関係している。金道は、弟の喧嘩に一時期平等の席次を先んじられた、ことを深く、 恨みに思い、自らが関白内大臣になった際、喧嘩を大納言に据え置き、いとこにあたる藤原頼忠を相談相手とした。そして、頼忠を左大臣に引き上げるため、当時その座にあった金明がとばっちりを受けたのである。織氏も、遠友天皇はイボ兄、源、昌平の功績復帰を願っていたことから、この二件を抱き合わせで行うことを条件にこの人事を、 認めたという。これに憤慨した、金明ら新は、後に、本庁門随に収録された監視時頃ごろの中で、君暗くして、親友夫と遠友天皇や金道、よりただを通列に非難している。官那二年、中塚左教を辞し、その後は佐賀に陰性した。同年に、佐賀の,の亀山に、山宋造営の再生戦がないのを嘆き、 亀山の神に祈って冷戦を得られたことが本朝門随に記されている。後に亀山には御佐賀上皇が戦闘亀山殿を造営した。延元元年9月6日皇居。去年74。神皇の別称に三子左大臣、三子左があるが、これは第五天皇の三子である左大臣という意味。後世、神皇の邸宅に、 藤原長井が重視したため、野豪となり御子左家となった。五中将と呼ばれた老いの友平おひと共に並び、称される白学多才の主で、藤原助政、藤原光勢と共に、三席の一人に数えられる場合もある。五段将、本朝門水に主文を残す。古今和歌六条の先者と考えられている。直線和歌集への日集は、五衆和歌集の一種のみ。 中気のないものは、苦行部人に,による。ありがとうございます。